どうもこんにちは、セナです。今回はジャブジャブ様のお腹を本格攻略したいと思うんですが、前回ちょろっと触ったとかっていうそういうわけではないんで、手応えも何もないんですけれども、早速おじさん2匹捕まってます。これ生きてるっていうのがより一層心をえぐるような気がするな。カニバリズム、これさ、ブヨブヨのやつは、変なものが絡まってるね。この部屋の仕掛けを解かないと開かないみたい。あーそっか。じゃあよ、おそらく怪しいと僕は睨んでるのはそこの目の前の岩なんだが、ひょ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 、こいつをぶん投げてみよう。慌てなさいな、慌てなさんな、ナビーちゃん。おっ、スイッチだ。オクタビアー、いけ、うっ、出来物。牛が鳴くな。宝箱、でかいな。ダンジョンマップか、ジャブジャブ様のダンジョンマップ。ダンジョンマップ、誰が書いたの？はい、ありがとうございます。これなぁ、もうちょ、うわぁおい、いい加減にしとけよ。タコちゃん、タコちゃん、え、なんか、多分水たまりが割れて、それと同時にハートも回復しました。結果俺。あ、ハートだ。いいですよ。牛が何か秘密を握ってるのか？そういうわけではなし？いや、マジで牛か？ごめん、牛ちゃん。ええー、本当に牛だったの？マジで？入ります。うわー、来た。え、また牛がいる。いつでもいるの？うわ、どうしようこれ。ニョロ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 。クラゲがいる。透明なクラゲも襲ってきてる。じわりじわりとな。降りるわけにはいかんか。いや、圧力かけてくるマジで。どうしよう。なんか上がってくると思うんだけど。上がってくると思うんだけど。いや、2匹来た。倒せるか。硬そう。めっちゃ硬そう。やっぱりな。よし、乗っかったよ。ハートも間に挟まってましたね。危ない時になったらあそこを頼りましょう。水が吹き出てる。あ、宝箱だ。これ硫酸だろ、きっと。下ね。どこでも牛いんな。ごまだれ、デクの実。デクの実か。何か必要な時が来るのか。え、牛アタックすんの。お、え、何、今回牛が鍵を握ってるのか。ジャブジャブ様な、全く、うわあ、よかった、硫酸じゃなかった。潜ることもできるのか。あ、そっかそっか、潜ってみようか。いいね。え、グライダーみたいなやつがいる。大丈夫かなこいつ。よし、浮き出るんだ。いいぞ。向かい側にやってきました。ジャブジャブ様のお腹、5年前思い出せるかと言ったら思い出せないな。とにかく牛さんが鍵を握るってことね。まあ、それさえ分かれば。コンパスー、早かったな。スイッチもあります。出来物、よし。どこが鹿の扉を開いたな。目の前の水が吹き出てる。あ、水というか、なんというか、胃液が吹き出てるところはまだだろうな。さあ、上からやってくるこの飛行物を待たなくてはならない。トゲトゲがいやらしいな、地味に。よし、来るぞ。こう、水はさあ、吹き出る、押し返される。乗って、あのプルプルプルーンみたいなやつはどうしたらいいのかな。デクの実、爆弾、デクの実で弾けてみようか。あ、このクラゲもいやらしいよな。よし、乗った。うわー、美味しそうな。ちょっと美味しそう。ボス部屋が近いが、地図を見てみた感じ四角い。ん？なんだ、中ボスか？あ、出た！ルトちゃん、その方は何者じゃ？わらわはゾーラのプリンセスルトじゃ。何？父上に頼まれてわらわを助けに来たじゃと？そんなこと頼んだ覚えはない。お手紙が、そう、瓶に入った手紙、そんなものを知らん。父上が心配しようがしまいが、そんなことは関係ない。とにかく今は帰れぬ。その方こそさっさと帰れ。よいな？と言われてもな。あー！あれー！
ペタペタ。落ちちゃった。僕たちも落ちようか。うわあ、あの扉どうにかしてくんねえかな。ゾワゾワする、見てるだけで。ああ、角砂糖、絶対弾かれる。ルト姫を追いかけよう。姫、姫、姫、サンゴ礁まだうろうろしておったのか。早く帰れと言うたじゃろう。わらわは幼き頃よりジャブジャブ様の中に入っておるから平気じゃが、今のジャブジャブ様はすごく変じゃ。ビリビリするクラゲや変な穴なんか開いてるし、お牛さんもいるし、おかげで大事な石まで、あ、それはこっちの話じゃ。とにかくその方はさっさと帰れ、よいな。と言われてもな、そんなわけにはいかない。うわあ、またこの扉な、ほんと。ルト姫、ちょっと待ってて。そこの出来物を押してくるわ。ほら。ごまだれ？なんか時間でどうにかなってるような、え？どこだろう？あ、あの水か、水か。乗ってみよう。あ！この水のことだったのね。よし。分析完了。一回、ここね。スイッチを押した後乗っておけばいいんだ。あー、なるほど。で、そこのスイッチを押すか？どうだい？青いよ。ごまだれ？しゃあ。これ乗って、弾かれる。弾かれてもまあよし。扉は開いたな。あ！ここがビリビリしてるってこと？いや、違う。ルト姫がいるとこ、もう違うな。再び押しました。この水が出ている間に、こちらへ飛ぶ。で、なおかつ、ルト姫のところな。ルト姫のとこ、え？あ、乗っとかないといけない！ルト姫？姫？ちょっと協力してくれねえか。そんなにわらわのことが心配か？ならば特別にわらわを運ぶ名誉を与える。ありがとうございます。ただし、探し物が見つかるまで絶対ここから出て行かんから、そのつもりでな。はい。あ、失礼します。掴む。かわいい。よし、乗れ、出来物、お気をつけて。乗りまして、ジャンプします。で、ルト姫を、そうですね。ここでしばしお待ちを置く。よーし、いいぞ。お待たせしました。ねえ、セナ、ルト姫がいなくなっちゃったよ。さやくさ、え、ちょっと待って。あっと。姫？そこにいたはずでは？クラゲがなんのこれしき？早く、ピュ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 。姫、どうなされた？この無礼者置き去りにするとは、なんじゃ、男なら責任を取れ。あ、そうか。別にそこの、にょじにょじを登らなくてもよかったんだ。姫、ちょっと待ってね。はい、失礼します。クラゲが襲ってきます。イヤホーをあからめまして、本当にもう。もう一回乗ってしまえ。いいぞ。間髪入れずだ。はい、ちょっと失礼します。あ、ダメだ。一回乗って。はい、しばらくお待ちを。置いてな。切れるでしょ、ちょうど。で、切れたら即座にまた乗る。ポコン。これで渡れるんだ。いいね。胃液すごいぞ、これ。どんだけ放出するんだろう。ちょっと失礼します。これ置いてくっていうわけでは、あー！びっくりした！何？突然現れやがって。トカゲ澄ましてんの？ジャブジャブ様？澄ましてるわけではないか、そりゃ。突然出てきたんだろうな。はーい。え、てか食べられてるってわけじゃないの？デクノミー。トカゲさんが食べられてジャブジャブ様の中に生を導き出したのか？デクノミーをゲットしました。あ、スイッチあるね。出た、ウニョウニョがいる。これ盾奪われますからね。え？何？サメ？サメがいる。ジャブジャブ様どうなってんの本当に。あ、そこか。ちょ、待ってくれ。ここだ。届かない。もう一度。くる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 。美少年回転寿司、オッケー。ここだな。はーい、了解でーす。よーし。にょしにょじに登ってまいりました。ん？ここは？ボム、あ！なんか吹き出てきたぜ！やりました。あれ？なんだろう？あ！リザードさん倒した。いいね。
で問題はこのうにょろうにょろしてる人なんだが、真下な爆弾投げてみるべ。ほらどう、あサメ倒した。あーグライダーみたいなやつだったのか。落としますよ。あしまった、落としますよ。目の前に落としました。あ倒したんじゃない、まだか。よし落とした落とした落とした、倒した、全員倒しました。静かになった。お宝箱、全員倒すのが目的だったんだね。よかった、1ダメージも食らうことなく倒すことができましたよ。いいですね、幸先がいいですね。ルド姫が待ってますよ。はい、お時間は切れたが、大事なものが入ってそうな音じゃないか。ごまだれー、ブーメランを見つけた。うんにセットしよう。うんで投げてみよう。離れた敵も攻撃できるぞ。やりました、ブーメラン。きたきた、ブーメラン。ジャブジャブ様の中で手に入ったんだな。そうだったそうだった、ブーメランセット。ピピピピピピって投げて手元に返ってきます。これ強いぜ、これ強いぜ。一回じゃ、あそこももしかして通れるようになった。一回水で反対側に向かう。あいや多分通れるな。やったぜ、いいぞ。この先におそらく、あれ、あこっち合ってるよな、合ってる合ってる。あれえ、あこれ最初のところか。あショートカットってことね、ショートカットできました、いいですね。さあルト姫がお待ちになってる。いましたいました。お待たせしました。この無礼者置き去りにするとは何じゃ、男なら責任を取れ。はーい、さてブーメラン、あちょ待って、そうだそうだ、ブーメランでクラゲ倒そう。こっちだ、パコン。あルビー出てきた、やったー。え？牛だ。いや、これ使わなくても、ブーメランでどうにかなる？牛さんごめん。あれ？やっぱこれか。えい。おお。宝箱が出てきた。何？また、デクのみ？あ！ボムチュー！え？こんなとこでボムチュー手に入ったの？やった。え、ボムチューは10個ある、10個ある、10個ある。いいぜ。このボム中が何かじゃ役に立つってことだろうな、間違いなく。さあ、こっからだぜ。ここだぜ。穴ボッコボコのところな。ん？また牛さんか？いや、違う。あ、これボム中だ。いけ、ボム中。えい！爆発した？わあ、危ねえ。そうすると、あ、牛さんだ。アイテムの切り替えがすごいな。はい。牛さん。あ！やった！やったやった、え、どこ、そっち行ったところだよな。クラゲはいいんだよ、クラゲはよ。えい、よっしゃー、そこが開いたってことか。このうにょろうにょろしてるやつは、じゃあこれ切り刻めるの。お、静かになったぜ。やった、先に進んでやろうぜ。ここ三サロンに分かれてます。ふーん、赤青青。どうしよう。こっち。こっち。で、これは？え、なんか、え、自動で動いてねえか、リンクくん。自動で動いてるような、間違いなく。リリシー。扉。ね？誰か出てくるってことが間違いなく。いや、牛さんがいるってことは、牛さんが囚われの身だ。パラパパン。これ。あ？出てき、やーしまった、うっ、あ持っていた探偵がやりやがったな。お、倒したぞ、一体倒した。ねっとりと死んでいった。口がめちゃくちゃ硬いんだな。はい、あ、やべ、あ、拾えた、よかった。これで多分またハイディアの盾変えるよ。
あ、よかったね。宝箱ちっちゃい。あ、20ルピーだ。ありがてー。これで99ルピーになりました。デクノボー、なるほどな。瞬時に分かったよ。デクノボーで見ててくださいね。これ装備しとこう。ハート出ないかな。これ種、種も拡張しといてよかったね。心底よかった、ハートだ。さてほら、燃えたんですよ、ここが。で、燃えて、はい、開きます。で、なおかつ、こっち右に行きましょう。ほら、燃えるんですよ、これが。いいですね。これでその先の扉をくぐれる。え？何こいつ？ちょっとなんかよくわかんない。あ、そこどうにかしろってこと？はい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 。パチンコじゃなくて、ブーメランな。いけ！弱虫ぶら下げやがってよ。お、なんだその鎌落としてくる機会。やってみろよ。届かない。届いた。よし、ダメか。よし、3回目、4回目。ん、苦しんだ。うわあ、べっとり命を吸い取られるぞ。何かを破壊したな。まあ、まだまだこういうのがうろちょろしてるってわけだろう。はい、わかりました。じゃあ今回はここら辺、ここら辺にしておこう。次回から、わあ、連れてかれるけど、ここで駐屯地だろ、ここは。あれあれれれれ、まあいいや。じゃあ今回はここら辺にしておきましょう。次回から、このジャブジャブ様、どうにかクリアまで行きたいと思っております。配慮の盾がないからな。買い直しましょう。お疲れ様でした。